イルカ池で撮影してきました。かっこ2回目。場所は愛知県犬山市。釣りが好きな人で有名なイルカ池。ここは毎回行って、その度にオーブ、霊魂が取れてるから心霊初心者におすすめだよ。イルカ池の霊は悪霊でもないから、特に身構えることもなく撮影開始。他の動画ではさらっと見せてるけど、さすがに1枚目から撮れることはそうそうないよ。そもそも焦点ずれてね、って思うかもだけど、奥の方に焦点合わせてるから近くがブレてるだけだよ。おや？月が映っちゃった。って、これ、月じゃないぞ、オーブだ。撮影した時、本当に月が映った？って勘違いしたけど、時間は23時くらい。こんな低い位置に、月はないよ。イルカ池の少女の霊が映ってくれました。月が、綺麗ですね。他にもオーブの写真は撮れてるけど、10枚に1枚のペースくらいだよ。この撮影の時期は、まだ他はどこも行ってない初心者だったけど、2回目でこれだけ撮れた時点で、オーブ撮るの簡単じゃん。って思ってたよ。ただ、動画編集のために見返すと、これは、オーブ？っていうのが多すぎて、編集の時、どうすればいいのかわからないよ。虫かなとも思うけど、残像はともかく、赤い部分がある虫ってなんだろう。って思うと、虫じゃないよな。って、かっちゃんにいちいち確認を取るのは面倒だからやらないよ。こういうでっかいのとか、色が濃かったりすると、初心者でも見やすいんだけどねー。その悩みは、ちょっと贅沢なのかな？ともあれ、2回目の撮影でも、割と撮れたよ。オーブ撮れるのってすごいことなんだぞ。ってかっちゃんは言うけど、2回来て2回撮れてる無意味はその凄さが分かってないよ。2回目のイルカ池の写真はこれくらい。続いて、イルカ池に3回目に来た時の写真をお見せするけど、その前にちょっとしたおまけをどうぞ。単純にこのビデオカメラがクレープに対応しないだけか。映像でオーブを撮るなら定点カメラが必須。そのために、定点カメラとしてビデオカメラを設置して何が足りないかをチェックしてるよ。ビデオカメラは置いて放置。一眼レフカメラでオーブを撮影中。これ写真ってこのまま押したら撮れる？写真？ああ、はい、その上のボタンを押してもらえれば。一瞬、音声切るけどかっちゃんを本名で呼んでたからだよ。でかいの撮ったじゃないですか。これ何？でかいの、オーブだ。こっちの撮ったな。光ではないぞ、その光は、うん。最初俺月でも撮ったかなと思ったけど。月こんな低いとこないな。カメラだな。こっちは定点カメラ、このままにしとけば、うんうん、それで撮れたのが、このお月様オーブだよ。こんな感じで、撮影はゆるーくやっているよ。それじゃあ、3回目、イルカ池を訪れた時の写真に行こうか。イルカ池、3回目。まずはかっちゃんが撮った写真から。連続で、そこかしこでオーブ撮れまくりだよ。小さくて見づらいのもあるけど、連続で撮れるのはすごいね。これも、中央と右側にオーブ。薄くて見づらい。右側に、縦に並ぶオーブ。今更だけど、写真送りが早い。って人は端末で一時停止推奨だよ。そして、どこの心霊スポット行ってもオーブに囲まれている無意。写真撮ってるんだから、横や後ろじゃなくて前に来てくれ。無意の後ろにオーブ。こんな感じで、無意は幽霊にもてあそばれることが最近増えております。常に、無意の後ろ側にオーブが移動してるらしいよ。ここからは無意が撮影した写真。オーブが後ろにいるせいでオーブが撮れない。なんとかオーブ写真ゼロは免れたけど、この3回目、こういう薄いオーブより気になるものが撮れたよ。それがこちら、わかるかな？無意は撮影した時、あれ？って何度も目視とカメラの画面を見たよ。右上の粒。青い光？オーブには、白以外もあるようで、青色のオーブが撮れました。この青いオーブが撮れてる時だけは、右側の街灯も青く光ってるんだよね。こんな感じで街灯も青く光ってる。普通の写真だと、街灯は青く光ってないよ。右上に、青いオーブが映った。って言っても無意はまだ、3回来ただけの初心者。続けて撮った写真には青いオーブが映ってない。でも、この青い光は、そういう光を発するものがあるんじゃないか。って疑い続けて、確認のために、後日、またイルカ池に行って確認したよ。それで分かったけど、イルカ池周辺に、青い光の街灯なんて一つもなかったよ。
青いオーブは、いいオーブだってネットで見たけど、専門家が書いた記事かわからないし、実際どうなんだろうね。とりあえず、今のとこ、事故とかには合ってないです。そして、今回はここまで。4回目の写真は、また今度載せるよ。それじゃあ、ご視聴、ありがとうございました。